都内別自然公園は、北海道岩見沢市にある都市公園。岩見沢市街の南東に接する離婚、別自然休養林の中に設けられた公園。都内別自然休養林は、面積約364万平方メートルの国有林で、40種以上の紅葉樹及び、約200種の野生植物が生えているほか、30種以上の野鳥の繁殖地となっている。 そうした学術的重要性から、長寿保護区、水源管用保安林、保健保安林に全域が指定されている。入り口付近に設置された離婚別原生林、ウォーキングセンターでは、訪れた人に情報提供やガイドマップ配布、キャンプ用品販売などを行っている。また、園内には1914年春工の農業用ダムと人工池があるが、 灌漑技術の発達もあって、利用は減り続けたため2009年をもって、農業用水利券が廃止され、ダムとしての役割を終えており、もっぱら公園内の浸水施設としての意味合いが強い。2010年にダムの一部が陥没する大規模な損傷が発生して、以降、現在は水を抜かれたままの状態となっている。修復工事については、 これまでの農業用ダムと浸水施設の兼用から純粋な浸水目的のため池として規模及び用途を変える方向で検討が進められている。最寄り駅は岩水沢駅だが3キロメートルほど距離がある。中央バス緑ヶ丘、鉄北循環線、または万字線で対象池入口下車。徒歩数分。ありがとうございます。